まあ、世界でも本当にこういう有名な上海国際映画祭が開かれる場所として映画の祭典としてとても、エネルギーを感じてます。だから未だに興奮がずっと冷めやらない街ですね、はい。そうですね、あの赤い絨毯の上、ね、ここも、ね、たまたま赤いですけど、なんていうんですかね、こう日本の本当にクリエイターの方たちとここのこう日本のチームで歩いてくれというふうに言われて、ヒレワチームだけじゃなくて、なんかすごく日本を代表しているようで誇らしい方ですね。またここのカーペットを踏めるように頑張ろうというふうに思いながら歩いてました。はい、はい、ありがとうございます。那刚才我觉得我自己在走红地毯的时候啊，感觉我们和其他的日本的电影的创作团队这样呢，好像是有一个更有联系感，感觉我们是代表日本的一个团队，那我觉得也非常有自豪感。我也希望这样的经验能够激励我有更好的今后有更好的表现。那么枠ではなく、もしかしたら映画の枠をも超えた人間の本当に心の底にある。奥底にある本当の姿なんだなっていうことを反響を受けて感じてます。で、昼顔を、まあ、中国に前に去年来た時も昼顔を見てるっていう話を聞いたり、いろんな人の中にこう一度灯ったこの作品の火が、今のままでまだ消えていないということが、僕はこの作品が映画になる意義だなというふうに強く思いました。だからこういうふうに演じようとか言うんじゃなくて、その火をとにかく消さないように死守、するということは自分のテーマでした。それが今日の日まで、日本での公開を一応、終えて、今日が最後なんですね、ここに立つのが。なので、僕は今日までの火を守ろうと決意しました。はい、はい、ありがとうございます。那在我觉得这部电视剧或电影，它的主题已经是突破了电视剧和电影的一个范畴了。它是一部直指人性啊、内心本性本心的这样的一部电视剧和电影。所以我觉得这个电视剧的题材在每一位的观众心里，包括我们的演员心里，也点起了一个火种。所以对于我来说呢，并不是说重返角色，我觉得这个火种一直都没有被熄灭过。对于我来说呢，应该是去保护、维护、珍惜这个火种，让它呢一直能够亮下去。所以在日本呢，我们的电影的放映呢，应该是说公式放映到今天为止。所以我觉得我一直是这个火种的守护者，心怀感激，一直守护到现在。谢谢大家。卓見さんです。お願いいたします。大家好。那我念。今天来上海，非常兴奋。レナちゃんが何を言ったか全く僕ら日本人が分かってない。でも本当に僕も日本でたくさんの中国映画を見て、言葉を超えた理解をしてきた、映画ファンの一人として、こうやって日本映画がこうやって。上海、中国の皆さんに届けられることは本当に大きな大きな文化交流の一歩だと思っています。好、那接下来呢我就します。そうですね、僕は妻木由美沙さんの魔法により俳優として詳しくなりました。だけど自分の生活っていうのはそんなに大幅には変わっていないですね。ただ今回自分で作品を作ったり、役者以外の活動をする上で、俳優として昼顔という作品でやったことがあって、自分の可動域というか、行動が確実に広がったなと思っています。はい、質問してくださってありがとうございます。そうですね、僕はこうイメージがつくことは役者にとってはとても大事なことだと思っていまして、なんていうんですかね、こう岩山を登っていく一つのこう、なんていうんだろう、引っかかりになると思うんです。それがないと、さらに上にはいけない、上の景色が見えないものだと思ってますし、自分のカラーが一つ定着す
するってことはその反対の色が分かることだと思うので、僕の場合はその昼顔という作品によって、多くの方に僕のイメージカラーみたいなものがをいただいたことによって自分が次何をすべきかという振り子のように、自分のエネルギーになっています。それは役者としてもそうだし、そういうクリエイティブなことも含めてですし、よしじゃあそのイメージを覆そうというわけじゃないんですけど、作品には全く、なんていうんですかね、この誰々が撮ったとかっていうよりはその作品自体を見て何かを感じるか感じないかだと思って、一映画ファンと思っているので、はい、とにかく僕のターニングポイントとなった作品を、そしてこうやって映画として帰ってこれたこと、上海に来れたこともとても、こう昼顔との出会いっていうのが、自分の本当に運命的なものを感じてます。昨天你也提问他说非常感谢也记得您了，然后呢，他觉得作为一个演员来说，您刚才说的谢谢。ずっと今日本の被災地を始め、そして来週は熊本でやるんですけれど、熊本で上映するのは、それこそ今回来ている三島彦監督の幸せのパンという作品だったり、それは主演の原田知世さんが、九州出身であったり、そういう地域との関係のある映画を上映するというのをまず一つ考えております。でも単純に、今年の頭にですね、長くなっちゃいますよね、一回約束に動画館を、取られしたんですね。でその時に、国を越えるとやっぱりその権利、映像の権利という壁がありまして、そうですね、僕らも流したかった映画が流せなかったりして、結局長崎の小学生たちとワークショップを含めて映画を一緒に撮って、その彼らと作った作品を上映したんですけど、僕は今その世界中で、上映できる、権利フリーの、クレイアニメを実は制作しています。それに関しては、どこの国でも、もっと言うと言葉のない作品を、まだ短い作品なんですけど、そうですね、そういった壁があることも初めて知ったんですけど、でもそれをまた乗り越えるのも映画なんじゃないかなと思って、言葉が分からなくても分かる今作品を作ってますので、それをぜひ中国でも、中国はたくさん羨ましいぐらいに何万という映画館がありますけど、やっぱり映画が見れない地域の子どもたちに映画体験というものを、ぜひしてもらいたいなというふうに思ってます。僕はほとんど演じているという感覚がないので、ほとんど僕なんじゃないかなと思っています。あれで、それは監督に初めてお会いした時に、僕が今まで出演してきた、ちょっとその役を演じてきたもの、背伸びをしてきたもの、ドレスアップしたものを、こういうものを落としていこうというふうに言ってくださったので、僕がやっぱり背伸びをして生きていた自分の、かかとを地につけてくださったのが監督で、昼顔という作品でした。で、そのなんかこうセクシーという言葉のイメージをすごくいただいたんですけど、監督と最初に話したのはそういうものを一切剥がしていこうっていうことだったんですね。でもそれ伝わってたものっていうのがその逆説的で本質的で、とても僕も、自分のことを理解できていなかったし、自分の本当の自分に出会えた、経験でした、はい、でも日本で、そんなに何て言うんだろう、こう日常的に中国映画を見れるわけでもないということを、僕はぜひもっと風通りを良くしたい、お互いの芸術交換をするべきだなと思ってるんですけど、中国映画をすごく特集する映画館は実はでも増えています。ジャジャン・クー監督だったり、ロイエ監督だったり、とても、世界的にこう認知のある、映画監督に日本の俳優さんたちも若い俳優さんたちもすごく興味を持っているので、僕個人というよりはもっともっとこう海を越え
合作というものだったり、僕も単体として中国映画に参加したりということは本当に僕は十数年前役者を始める頃に望んだことなんですね。僕の事務所の新宿演習の総研 K さんの間にも少しですけど出てリトンシン監督だったんですけど、そういうことがもっともっと僕は盛んになっていって、アジアは一つというエネルギーになったらいいなと心から願ってます。でも日本で、そんなになんていうんだろう、こう日常的に中国映画を見れるわけでもないということを僕はぜひもっと、風通りを良くしたい、お互いの芸術交換をするべきだなと思ってるんですけど、中国映画をすごく特集する映画館は実はでも増えています。ジャジャンクー監督だったりロイエ監督だったり、とても、世界的にこう認知のある、映画監督に日本の俳優さんたちも若い俳優さんたちもすごく興味を持っているので、僕個人というよりはもっともっとこう、海を越えて合作というものだったり、僕も単体として中国映画に参加したりということは本当に僕は十数年前役者を始める頃に望んだことなんですね。僕の事務所の新宿演習の総研 K さんの間にも少しですけど出てリトンシン監督だったんですけど、そういうことがもっともっと僕は盛んになっていって、アジアは一つというエネルギーになったらいいなと心から願ってます。前提として作られていないので、やっぱ劇場にもっともっと自分も通わないといけないなと思ってます。だから今回あの日本映画週間でも日本の映画にたくさんの中国の方が、スクリーンの前に、たくさん集まってくださって、本当に一映画人としてありがたいなと思ってます。我是台南公，今天在上海，北京是粉。ここからは日本語でします。僕も、レナさんみたいに昔から中国映画大好きでたくさん見て、中国映画をたくさん見て、そこで感じたのはニュースで見る中国と日本の関係とは違って、僕らと同じことで泣いて笑って、感動して心が動いているということでした。作業としてもらって作ってもらいました。同時に、僕が監督させてもらったフランク13、13もごく普通の家庭の物語です。その中で、菅野さんがお母さん、みんなの中にある母心を見事に演じてくれたので、見た方にどちらの作品も国を超える映画の、言葉、映画の愛情、映画の温度が宿っていると思います。